日本における藤井聡太四段ブームに対して韓国では、日本社会と文化の関わりについて、こうして伝統文化を守ろうとする努力は高く評価できる。歌舞伎の伝統が家紋を継いで守られ、歌手の舞台などでも古風な演出がされるのを見ると、日本は嫌いだけど少し羨ましくもある。先進国というものは、大体伝統にこだわりがあるみたいだなど羨む声も出ていた。では、どうぞ。ニュース内容。日本列島が14歳の天才将棋少年の快進撃に熱狂。日本のプロ将棋界で素晴らしい活躍を見せる藤井四段。早熟に見えるが、今年14歳、中学3年生だ。初のプロ競技で、日本将棋界の象徴ともいえる元老加藤九段から勝利を収めて以降、公式的に無敗で28連勝を記録している。これは、1987年に打ち立てられた日本プロ将棋最多連勝タイ記録だ。日本での人気は関連商品にまで及んでいる。将棋連盟が作った記念扇子とファイルのセットは2度の完売を記録し、インターネットで10倍が超える値段がついている。藤井四段が連勝街道を走ってから将棋ブームが吹いており、モバイル将棋アプリの加入者は30万人以上に増えた。伝統文化への執着が強い日本で中学生プロ棋士が巻き起こした将棋旋風がどこまで続くか注目だ。海外の反応。デビュー戦で元老に勝つってことは本当の天才なんだろうな。その上無敗だなんて。日本は自国の文化を継承していこうとしてるけど、韓国はお金にならないからって全て無視、シルムや将棋、囲碁などに本当同じことをしてもお金になるかならないかだけを考えるから全て廃れていく。伝統文化を維持しようという努力は高く評価すべきだ。15歳が元老を破って公式戦28戦全勝って天才だね。韓国だったら毎対局生放送だろうな。伝統文化への執着が強い日本で中学生プロ棋士が巻き起こした将棋旋風がどこまで続くか注目だ。これが核心だ。韓国は存在する伝統もなくして捨てる国。文化に対するプライド持てよ。韓国ではこういう子は絶対現れないわ。学歴中心で勉強ばっかだし。日本は天才ジャンギ、将棋棋士、韓国は干ばつのジャンギ、長期化、中国はジャンギ、臓器密売。有名な歌舞伎家系が代々続いたり、将棋ブームが起こったり、歌手が伝統的な舞台演出をしたりしているのを見ると羨ましくもなってくる。韓国は西洋風が洗練されていて良いって認識が大多数だからな。幼い年齢で本人の能力が優れていることを証明できるってすごいよね。3月のライオン実写版か。どうせ日本だけでやってる日本将棋だろ？韓国の将棋とは違うのみんな知らないわけ？囲碁ほどではないけど、チェスや一般将棋より複雑だ。日本将棋は中国将棋より難しくて、チェスより難しい。日本の将棋はルールも複雑だし、単純な能力より経験も重要であるにもかかわらずすごいよね。14歳でこの実力って、アルファ碁、人工知能と勝負したら負けるんだろうな。囲碁、将棋、剣道の元祖は中国って言うけど、実際に頭角を現す選手って韓国、日本に多い気がする。日本って、すぐ、天才、天才って言うよね。浅田真央も天才、久保も天才。いや、人のこと言える立場かよ。韓国も、すぐ振動って言うじゃん。人工知能には勝てないだろうけど、若くして、特定分野で頭角を現して認められるって羨ましいことだよね。先進国は伝統に執着して、韓国は新しいものに執着。伝統を守り、継承しようとしている姿勢には、高い評価を送っている人がいる一方で、日本の優れた成績や選手の話になると、すぐにけなそうとする人も多いわね。日本に対して負けたくないって思いの表れでしょうね。囲碁、将棋、剣道の元祖は中国って言うけど、囲碁は中国でいいよ。将棋も、
原型は中国、インドがもっと古いけども、チャトランだとかいうやつでいい。でも、剣道はどう見たって日本刀の型でないと成り立たないだろ。お前らの国の偽物、怪盗剣道とかいうやつは知らんけど、中学生がごく一握りのトップの世界で戦って28連勝とかありえるのか。将棋とか全く知らない俺のコナミ感。韓国人はしれっと剣道が中国起源って嘘つくのやめてもらってもいいですか。剣道と剣術を一緒にしないで。人類史上最高のボードゲームと呼ばれる囲碁で、その世界チャンピオンは韓国人なんだよな。囲碁では中国と韓国が圧倒的に強い。そこは率直に面白くないわ。 AI とプロ棋士はちょうど拮抗したとこだろうな。もうすぐ追い越されるこの14歳がゼンマイを巻き直してしまうかもしれんけど、兄はバカだから東大に行ったと言った棋士がいた。つまりプロ棋士とはそういうことだ。そして東大法学部卒が失言とヒステリーで政治家やってる。世の中そんなもん。10海外の反応アットマークロコロコニュース。3月のライアン実写版か。ノルマンディ上陸作戦のシーンはすごかったよな。囲碁ってインド発祥じゃなかった。剣道の起源が中国なら、中国憲法の起源もインドで別のものだけどね。1回勝ったら600万ウォン、2回勝ったら1200万ウォン。3月のライオネスより一種のサバン症候群なんだろうな。坂田三吉や加藤一二三さんもそうだろう。ただ羽生さんだけは常人の天才だと思う。将棋の起源も韓国。手箱図に描いてある2だ。中国派でかい韓国だから、インドの文化の起源も主張してるよな。よく囲碁は韓国の方が上やん。3月のライアン。 MLB 開幕前のノーラン・ライアン、奇病が発症していますね。3月のライアン実写版か。桐山くんよりはるかにすごいのから、現実は漫画よりもきなりって感じだな。最初に一二三九段に勝ったんだっけ。彼の実力は1240段以上ってことか。将棋が全くわからんから、その強さがどれくらいすごいのかもわからん。ライアン伝統に執着。どっかの国はどっかの国の起源主張しまくるよな。連勝の中に羽生さんいんでしょ。すごい人、その人だけ知ってる。何言ってんの。 AI はとっくにプロ棋士より上行ってるよ。電王戦も知らんで適当なこと言うな。だからスマホやタブの持ち込みが禁止されたし、三浦九段の件もあっただろうが、野球も大谷が漫画超えちゃってる感じだし、サッカーでそういうの出てこないかなと期待してる。素直にすごいって言えよ。半日取り入れるのは無理があるぞ。ああ、そろそろ負けるかもな。高速で大谷も故障したしな。こっちみんな疫病並みどもが。将棋のルーツはインドのチャトランガで間違いないと思われるが、日本への電波経路は東南アジアである。なぜなら起源のチャトランガがマス目の中に駒を置くのに対し、将棋は囲碁と同じく交点に置き、万年属国のチャンギも同様、それが再びマス目の中に置く形式に戻るのはありえないためである。タイのマークブックに将棋の銀将と同じ動き型の駒があることから、東南アジア経由で日本に伝播してきたと見るのが自然である。韓国の将棋ググったら、親玉は王と玉ではなくて関とスワエという駒なんだな。これはこれで結構面白そうだったけども、もろに劉邦と項羽だし、今の韓国政府と韓国人はこれを伝統文化とは言いたくないだろうな。またコリアナイズして北と南にするか、それとも高と100にするか。将棋は韓国が不便だ。日本は使用料を韓国に支払え。古来より日本列島は韓国の領土だ。21世紀は囲碁は韓国が一番だし誇っているんじゃないの。誇るんじゃなくて他国を中傷する材料にしてるのがダメなところだと思うわ。コメント欄の半分が韓国に発狂してるとは。
メな奴らやな、汁持ってなんやろって気になる。こういう記事を見ると、努力は絶対能力に勝てないって言葉が正しいんだなって思う。何言ってんだ、将棋は特殊な世界で、一桁の年齢で将来が決まってしまうわけだろ。幼少時から、プロ棋士の親が訓練しても、本人に資質がないと全くダメという、芸事とは決定的に異なる、実際に世襲制すら成り立っていない希少なスポーツだ。そんな特殊な世界を見て、能力には勝てない。とか言ってるこの人のイメージする努力とはいかほどのものか。K1 に、本マンチョイという巨人病の八百長判定ばかりの弱小韓国人が出ていたんだが、それがシルムと呼ばれる韓国の相撲で、横綱的な地位の選手だった。そのあたりを知らんとは、10代半ばの若者と見た。剣道を、勝手に、中国の門にすんなよ。剣術的に、どう考えたって中国ではないだろ。でも、中国人も韓国も、日本ルールで囲碁をやっているんだよね。否定的な意見としては、韓国は、今残っている伝統まで捨ててしまう国だ。もう少し、文化に対するプライドを持とうよ。韓国は、何でも西洋風が洗練されていると思い込んでいる。韓国では、こんな子が出るわけがない。みんな、公務員の試験を受けるのに懸命だからね。韓国人も、頭脳は、世界に通用するはず。教育環境を変えなきゃなど、韓国の現状を自制するようなコメントも目立っていた。いずれにしても、文化や生活に、ある程度ゆとりがないと、こういう人が出てこないですね。そういうところをこれからも大切にしていきたいと思います。